どうもこんにちは京子です。 皆さんいつも動画を見ていただきありがとうございます。今回の動画では、サイトアフィリエイトとブログアフィリエイトの違いについてお話ししていきます。この質問って実はめちゃくちゃ多いんですよね。そして、これからアフィリエイトを始めようと思った時に、まず初心者の方が悩むのが、このサイトアフィリエイトとブログアフィリエイトの違いって何だろうとか、違いは分かったんだけど、どっちが自分に向いているかなっていうことだと思うんですね。ここにサイトとブログの違いっていうふうに書いてるんですけど、 基本的にはサイトトトアアフフィィとというものとブログアフィレートって称されることが多いですでこの2つはただ単に媒体が違うだけではないんですねサイトアフィレーターとブロガーではサイトの規模感とか選ぶキーワードなんかも変わってきますそれによってアフィレート報酬の発生具合とか稼ぎやすさも変わってきますこの動画を見ている皆さんもサイトとブログの違いを明確に分かっている方ってかなり少ないんじゃないかなって思いますですのでサイトアフィレートの特徴とかブログアフィレートの特徴もお話ししていきます でその後に初心者におすすめなのはどっちなのかというところ、まあ、この辺りを明確にしていきながら、まあ、それぞれのですねメリットとデメリットについて今日の動画では触れていきたいと思います自分に合わないスタイルで、まあ、サイトアフィリエイターやブロガーになってしまうと挫折の原因になってしまいますで私は今まで何人も挫折してこのアフィリエイターを辞めていった人を見てきています まずは自分に合ったスタイルって何なんだろうとか、まあ、長期的にネット副業をやっていくのであれば、自分に合うのはどれかなっていう観点で決めていけばいいと思います。この動画を最後まで見ていただくことできっとご自身にぴったりのアフィレートスタイルが見つかるはずです。それでは行ってみましょう。 まずは、サイトアフィレートとブログアフィレートの違いについて明確にしていきましょう。まあ、結構このあたりが曖昧になっている人が多いと思います。まず、サイトアフィレートっていうのは簡単に言ってしまえば、専門書のようなサイトを作って で商品のの販売を目的にしたアフィレートスタイルのことです本当に稼ぐことへフォーカスして SEO 対策をしていくっていうイメージです。その際に作っていく媒体はサイト作成ツールシリウスなどで作る HTML サイトと呼ばれるものとか WordPress が主流になります。ですので基本的にレンタルサーバーと独自ドメインさえ契約してしまえばすぐに始めることができますで。サイトアフィレートはアフィレートの手法の中でも王道っていう風に呼ばれたりします。私がね、アフィレートを始めた頃もサイトアフィレート って聞くと最初は私難しいイメージ持っていて、やっぱりアフィレートといえばサイトアフィレートっていうイメージがすごくあったんですよね。ですので、そのサイトアフィレートのイメージってまだつかめていない方が多いと思いますので、まずはサイトアフィレートとは一体どのようなものなのか、その特徴について理解していきましょう。まず一つ目の特徴としては、独自ドメインを利用するっていうことです。記事を書く練習とか、サイトをとりあえずインターネット上にアップするっていう感覚を磨くまでは、無料ブログなどでもいいと思います。私も最初そうでした。ですが、本格的にサイトアフィエイトで、まあ 稼ぎたいいいいいとと思思うのののでであればやっっぱり独自イインでサイトを作っていくのがいいと思います、まあ、この動画の冒頭でもお話ししたようにサイトアフリレートって稼ぐことにフォーカスしたアフリレートスタイルなんですね。つまり、インターネット上、ウェブ上に自分の資産を形成することになっていきます。もちろん、さっきも言ったんですけど、無料ブログでも作ることはできるんですが、無料ブログっていうのは簡単に言ってしまうと、人の畑の上で野菜を作っているっていうイメージなんですね。で、その畑がなくなっちゃったら野菜作ることできなくなっちゃいますよね。で、それって無料ブログのまあデメリットの一つ なんですねしかし独自ドメインを取って自分でレンタルサーバーを契約してサイトを作っていくことでそのリスクを回避することができます自分の所有している土地で自分の育てたいものを育てていくっていう感覚ですからねですので無料ブログは運営側の都合で削除されるリスクがありますでサイトアップデートではまあサーバーを契約して独自ドメインで運用することが大前提となっていきますでまた独自ドメインっていうのは検索エンジン上でも優遇されています独自ドメインンととレンタルサーバーバを連携させることで,自分で だけのお店を構えるることができるんできすねじゃあ、レンタルサーバーはどこのサーバーを使えばいいのかっていうところが気になってくると思うんですが、サーバーによっても価格面とか機能面が異なってくるので、私はその自分が運用したいサイトの種類によってサーバーを使い分けています。価格とか機能面でオルマイティなヘテルムールサーバーだったり、とにかくスペックが高い X サーバーだったり、これを選んでおけば間違いないミックスホストだったり、本当に色々種類があるんですけど、今までもサーバーについてですね、動画たくさん上げておりますので、そのサーバーの特徴とか、えー、価格とか 日の面知りたい方はそちらの動画見てみてみくださいそして、サイトアフィレートの特徴の2つ目は、収益源は ASP 案件だっていうことです。サイトアフィレートでは、クリック型広告などではなくて、ASP に登録されているアフィレート案件を多く扱っていきます。ASP って何っていう方もいるかと思いますので、軽くちょっと説明しておきます。そもそもアフィレートっていうのは、加入するとか、連携するとか、関係するっていう意味です。こちらの画像を見ていただければと思うんですが、広告主、ASP、ユーザー、アフィレーターの4つの仕組みで何います っています今言ったこの4つのいずれの要素が欠けてもアフィレートビジネスは成立しないんですね。しかし、海外のアフィレートなどの場合にはこの ASP が省かれていることもあるんですが、国内アフィレートに関してはこの ASP が大きな力を持っています。アフィレートの仕組みを理解するためには、今挙げた4つの役割をまず理解することが大切なんですね。それぞれの4つの役割って、大まかに言うと、まあ今から言うことに振り分けられています。まずは広告主が ASP に商材の反則を依頼します。でその次に ASP が詳細を紹介してくれるアフィリエーターを募集します。アフィリエーターが ASP を中継して詳細広告をサイトでユーザーに紹介していきます。 で、ウェブサイトを見たユーザーが、そのバナーなどをクリックして、広告主から商材を購入していきます。そして、ユーザーが商材を購入すると、アフィレーターに報酬が発生するっていう仕組みになっています。話をちょっと元に戻していくんですけど、まあ、サイトアフィレートの特徴の2つ目は、収益源を ASP 案件に置くっていうお話でしたね。Google AdSense などのクリック型広告では、1クリック何十円などの低単価なんですが、ASP 案件では割と1000円以上からが多いです。高いもので4万円とか5万円のアフィレート報酬が設定される。 出ているものもあります。ASP への登録って無料でできますので、どんな商品があるか一度見てみたい方は ASP に登録してみてもいいと思います。おすすめの ASP については私のオフィシャルサイトの方でも紹介してますので、そちらを参考にして登録してみてください。そしてサイトアフェレートの特徴の3つ目としては収益第一主義だということです。サイトアフェレートって収益を最大化させることを目的にサイトを作っていきます。そのためサイトを作る計画段階である程度の骨組みは決まってて、完成したら放置する。もしくは今あるコンテンツをリライト、まあ修正。 今、完成したら放置するっていうことを言ったんですけど、後々、ある程度の修正を加えることが前提となります。基本的に、事前段階で、その収益化するための動線っていうものを設計してしまうイメージです。今言ったように、収益化というところにこだわって、しっかり SEO 対策をしていきます。サイトアフェレイトは収益第一主義で作業に取り組んでいくので、報酬までの道のりが非常に近いです。これってちょっと誤解してほしくないんですけど、稼ぐためなら何でもするっていう意味ではありません。 検索ユーザーーーーーザののの疑問の声ででででああるキキワワドドすすすねキーワードありきで媒体を作っってていいいくためににその収益に直結しやすいっていう意味ですこれを聞くと、どれぐらいで報酬が出るんですかっていう疑問も出てくると思います。これは選ぶキーワードにもよるんですけど、まあ、早くて10日ほどで収益化できる方もいます。サイトアフィレートは検索キーワードに沿って専門書のような媒体を完成させていくイメージなんですね。あとは 1PV でも売れるっていうことも特徴かなと思います。さっきもお話しした通り、サイトアフィレートは収益化が問題ない ものすごく早いです。そして基本的にキーワードありきでコンテンツを作っていきます。そのため選んだキーワードの悩みをそのコンテンツ内でしっかり解決できたらたった 1PV でも商品を制約させることができるっていうことなんです。またアフィレートした商品やサービスを訪問者の方が購入してくれれば3000円から5000円などのまとまった金額を稼ぐことができるのも魅力の一つです。ライティングもブログとかだったら割と主観を軸に語り口調で書いていくことが多いです。 しかし、サイトアフレートはやっぱり物を売るための特徴的な書き方ですね。セールスライティングというものを駆使して、一アクセスも無駄にしないように記事を書いていきます。以前もセールスライティングや記事の書き方についても動画を上げておりますので、ぜひ見てみてください。あと、たくさんのキャッシュポイントを作れるっていうのもメリットかなと思います。サイトアフレートって基本的に完結型で専門的なんですね。例えて言うなら、サイトアフレートで作るサイトっていうのは、あるテーマに特化した専門書のようなもので、しかも匿名で行える。で、完結型のサイトアフレートでは、 このサイトが完成した後に数に制限なく、たくさんのキャッシュポイントというものを作ることができます。万が一、その1つ目のキャッシュポイント構築に失敗したとしても、2つ目3つ目と間違ったジャンルのサイトを作ることもできます。サイトアフィリエイトがキーワードっていうものにフォーカスを当てた媒体であるのであれば、ブログアフレートっていうのは作者ですね書き手ですね。そちらにフォーカスを当てた媒体になっていきます。ここまでサイトアフィリエイトについてお話ししてきたんですけど、次はですね。ブログアフィリエイトについても気になっているかと思いますので、ブログアフィリエイト。 続いてお話ししていきます。 ブログアフィレートでは読者に楽しんでもらうことを第一主義に記事を書いていきます。ブログの中でも一つのテーマに特化した特化ブログと広い枠組みで様々なことを書いていく雑記ブログっていうものがあります。自分の体験に基づいたエンタメ要素の強い記事だったりとか入手性の高い記事を書いていくブログの読者に価値を提供していきます。ですのでサイドアフィレートほど SEO 対策をかける強度は低い印象です。もはや SEO 記事ではないこともしばしばなのかなと思います。ブログでは作者が人気者に になれば日記のような記事でも読まれるからなんですね時にはそこにアフィリエイト広告を掲載してお金を稼いでいきます一つ一つの記事を時間をかけて作成してブログ内のキャラクターに対する信頼度を上げていきますじゃあここからブログアフィリエイトの特徴に移っていくんですけれどもまず特徴の一つ目としてはワードプレスや無料ブログで行うということですちなみにワードプレスが敷居が高いと思っている方はですねワードプレスをドメインから取って立ち上げるとこまでを一例のですね動画を撮っていますこちらの動画を見ていただければワード プレスですね立ち上げるとこでそして記事を書いたりとかっていうところまで確実にできるはずですのでぜひこちらの動画を見てみてください。2つ目の特徴としては収益源は多種多様だということです基本的にブログってあれやこれやと物を売る感じっていう感じではないんですね。ASP 案件も扱っていくんですけど発信内容にマッチした数種類に限定することがほとんどです。サイトアフィリエイトよりも更新型なので規模も大きくなります。必然的にアクセス数も多くなります。アクセスが多い媒体なので Google AdSense と非常 非常に相性がいいです。ですが。 Google アドセンスを使う場合は、無料ブログではちょっとできないので、クリック型の Google アドセンスをブログに掲載するのであれば、やっぱりさっき言ったワードプレスなどで運用する必要があります。他にも楽天とか Amazon アフレートなんかも使うことがあります。実際に自分がその商品を使ってみてレビュー記事を書いていくっていうイメージです。そしてブログアフレートの3つ目の特徴としては、1つのブログをじっくり育てるっていうことです。でブログアフレートでは個人をブランディングしながら、1つのブログを長期的に育てていきます。個人のブランディングをするための媒体なので、 する必要はないんで、すすねここののの量量産産意意味味はははサイト単位ででっていう意味なので記事を量産することには変わりはありあませんで、まあこれすごく間違える人が多いんですけど、サイトアフィレートは量産型で、ブログアフィレートは量産でないから、ブログアフィレートやろうっていう方がいるんですけど、それはちょっと大きな間違いです。これって、サイト単位なのか、記事単位なのかの違いなので、どちらの手法が楽っていうことではありません。ここかなり間違える人が多いので、声を台にして言っておきます。アフィレートで楽に稼ごうとか、ネットを使えばない 何をしなくても稼ぐことができるっていうのはやっぱり間違ってるんですね。正しい方法で継続することでその対価が得られるっていうことをしっかりと覚えておいてください。話をちょっと元に戻していくんですけど、物にフォーカスしたのがサイトアフィリエイトであれば、人にフォーカスするのがブログアフィリエイトです。少ない数の媒体にたくさんの記事を入れて人気を獲得しつつじっくり育てていくタイプのアフィリエイトスタイルがブログアフィリエイトになります。ブロガーとして大きく稼いでいる人ってブログ内でのキャラクターがしっかりと確立されています。 人気のプロブロガーの方であれば Twitter とか FacebookYouTube などの SNS ですごく人気があってブログっていう領域を超えて数多くのユーザーを抱えていますそのためブログアフィリエイトで稼ぐにはある程度キャラ立てが必要になってくるっていうことですキャラクターとしての人気が確立されてきたらえ Google の検索結果に左右されることなく SNS とかえ個人のファンとして直接ブログに訪れるユーザーが現れてきますこれは検索エンジンに依存するサイトアフィリエイトにはないメリットと言えると思います ここまでお話ししてきて、サイトアフレートとブログアフレートが似て非なるものだっていうことは分かっていただけたかなって思います。でもやっぱりサイトとブログの違いが分からないっていう方のために、ちょっと分かりやすく表にして説明していきたいと思います。こちらの表を見ていただきたいんですけれども、まず運営媒体に関しては、サイトアフレートではシリウスもしくはワードプレスで。ブログアフレートではワードプレスかなと思います。で、媒体イメージとしては、専門書と愛読書っていう感じです。で、媒体ボリュームに関しては、 プログアフィリエイトの方ではキーワードによるが比較的少なめ、でブログアフィリエイトに関しては大きいってイメージです。で更新に関しては完結型と更新型。更新っていう部分に関してはサイトアフィリエイトは完結型でブログアフィリエイトは更新型かなと。 で、SEO 対策の強度に関しては、サイトアフリレートはしっかり、そしてがっつり SEO 設計をしていく。で、ブログアフレートに関しては、もちろん SEO 対策はしていくんだけど、弱めの SEO 対策という感じです。運営媒体数に関しては、サイトアフリレート何個も作っていって、複数所持していく。そして、ブログアフレートに関しては、やはり自己ブランディングをしていくサイトになりますので、1個もしくは2個とか、するぐらいになるかなと思います。で、主軸となるものは、サイトアフリレートはキーワードにフォーカスをしていきます。ブログアフレートは作者にフォーカスしていきます。収益化の速度に関しては、やり方による でですすけどサイトトアフィリエイトはかなり早いですでブログアフェレートはやっぱり一つの媒体、そして自己ブランディングしていく時間がかかりますので比較的遅いのかなと思います。収益源の数についてなんですが、サイトアフェレートは初に a s p 案件のみです。で、ブログアフェレートに関してはマネタイズ方法は複数あるのかなと思います。サイトアフェレートは稼ぐためにキーワードや案件ありきでしっかり SEO 対策をして複数の媒体を作っていきます。簡単に言うと、まあ、稼ぐ目的、まあ、だから強めの SEO 対策をして複数作成していくイメージ。で、ブログアフェレートっていうのは本 本来日記として使っていたブログを利用してブランディングしていって稼ぎは後付けでプラスっていう感じです簡単に言うとえ最初は日記からスタートしてだからあまり SE を意識しなくて一つのブログを大切に育てていく簡単に言うとまあ、このような違いがあります絶対にそうだっていう断定的なものではなくて、まあ、人によってやり方は様々なんですけど大枠で言うとこんな感じです以前私はこのようなツイートをさせていただきました京子さんはサイトアフィリエーターなどでブログの発信はっていうご意見をもらったのですがえっと私はブログを 思っていますそれがこちらですそれほどサイトアフィリとブログの違いについての認識は浸透していないのですね後日動画撮りますというツイートですこんな風に人によっては解釈が色々なんですよねこちらジェイさんのツイートもちょっと引用させてもらうんですけれども完全に SEO ガチガチの完結型はサイトアフィリブランディングしながら更新していくのがブログ1番稼げる金額と速効性ならサイトアフィリ2番息が長くマネタイズの幅が広いのがブログこんな認識ハイブリッドが最強かとっていうツイートです 実際にブログにも専門性の高くない雑記タイプのブログそして専門性を高めた特化ブログ芸能人の方とかインフルエンサーであればコラムのような全く SEO を無視した記事を更新するタイプのブログもあります。で自分はどっちに向いているんだっていう話になってくると思うんですね。 今お話ししてきたサイトアフィリエイトとブログアフィリエイトの違いですね、聞いていただければある程度わかると思うんですけど、何を目指すかによっておすすめのタイプは変わってくると思います。サイトアフィリエイトで言えば、なるべく大きく稼ぎたい。なるべく早く収益化したい。顔出しせず匿名でやりたい。キャッシュポイントを複数分散したい。ビジネスとしてしっかり継続できる。このような方はサイトアフィリエイトに向いています。しっかりと SEO 設計して作るサイトアフィリエイトっていうのは、売り物ですね、そのさっき言った ASP 案件も事前に 決まっていることが多いので、そこに向かって媒体を完成させていきます。ビジネスと割り切ってたくさんのキャッシュポイントを増やしていくので、特徴としては大きく稼げることと早く収益ができることが挙げられます。個人をブランディングするわけではないので、顔出しせずに匿名で副業したい人にも向いています。そして、次はブログアフィリエイトです。自分の得意を生かしたい。楽しみながら稼ぎたい。読者との信頼関係を構築したい。自己表現したい。一つの媒体を大事に育てたい。マネタイズ方法を複数持ちたい。この。 方にはブログアフィレート,いいトっていうのは人気商売のようなものなので自分っていう価値を高めていく、まあ、ブランディングのことなので様々なマネタイズ方法を持っています例えば自分が愛用している商品の紹介だったり膨大なアクセスを利用したアドセンス広告収益だったりでオンラインサロン運営だったりノートなどのコンテンツ販売 SNS なども効率的に利用していくので万が一 SEO で上位表示できなかったとしてもそちらからのアクセス流入も確保することができますサイドアフィリエイトよりも 依存度が低い特徴ですねアップデートが頻発する昨今ではメリットになってくると思います。ですので、サイトアフリレートはサイトアフリレートの良さがあるし、ブログにはブログの良さがあるっていうことがお分かりいただけたかなと思います。明確な違いっていうところで切り分けてお話ししてきたんですけど、実際は、えー、こうしなくてはいけないっていう決まりはないんです。呼び方だけの問題っていう部分もあります。SEO と密接に寄り添ったサイトアフリレートは、やり方がシンプルなので、初心者が稼ぐ体験をするにはうってつけだと思いますし、最近のアップデートをね、 そののの頻度のこととを考えると検索流入だけに頼らなないいブログアフィリエイトもも魅力が大きいのも事実なんですただ、私のオフィシャルサイトは、しっかりと SEO 設計しつつ、SNS なども活用したブランディングブログになります。もちろん SEO で上位表示している記事もかなりたくさんありますが、アクセス流入は検索エンジン、まあ、つまりサイトアフィリエイトとブログのハイブリッドということになります。2020年2月1日にリリースした副業の学校では、この動画を撮っている2月19日現在、えー、2つのコースを がありますそれがサイイトトアフィリエイトコードとブログ講座になりますもともと私はやっぱりサイトアフィリエイトから入ってますから1からかなり詳しく解説していますアフィリエイトの概念キーワードに対する基礎知識集客方法収益化方法サイト作成スキルデザインスキル Web 全般の基礎知識こちらのサイトアフィリエイト講座を受講すればこれらのことは全てわかるはずです本当は一人一人対面でパソコン見ながら教えてあげられればいいんですけど私の体も一つしかありませんのでなかなか難しいのが現状です ということでえ、一つ一つかなり詳しく動画で説明しています。私の実際のパソコン画面をキャプチャーしながらサイト作成している様子も実演しています。これを見ながら進めてもらえば確実にサイトは作れるようになります。キーワード選定とか集客方法、SEO 対策のコンテンツも一般公開の動画では触れていないほど細かいところまでカバーしているので、ネット副業初心者の方にはおすすめかなと思います。そしてブログ講座についてなんですが、ブログ講座は簡単に言うと私のオフィシャルサイトと同じような構成の 媒体を作成するための知識を学習する講座になりますちなみに私のブログは月間10万 PV で広告収益だけで月に100万円ほどの媒体です広告収入以外にも自社サービスの売り上げもありますので、まあ、変動はあるんですけどこのブログの月間収益っていうのは1000万から1500万ぐらいかなと思いますでブログ講座ではブログの概念、自己ブランディングの仕方様々な集客方法、複数の収益化方法、様々な記事の書き方、既存記事の分析方法 SEO 設計の方法、このこと 私のブログの生のデータや実際の体験に基づいてコンテンツを作っているのでかなり信憑性があるかなって思います。私のオフィシャルブログはしっかりジャンル内のキーワードを設計したサイトアフレートとえブランディングですね、顔を出したりとか、えー、して更新するブログのハイブリッドです。周期化までの道のりが遠くてメンタルが続かずドロップアウトしてしまうっていうブログのデメリットをカバーしたやり方なんですね。でですので先ほど言ったサイトアフレートアーーコドとブログ講座の詳しい内容については は概要欄に貼っておきますのでそちらを見てみてください。 今日はアフィレートの中でも王道と言われるサイトアフィレートとブログアフィレートの違いについてお話ししてきました。私もですね、アフィレートを始めた当初はこの違いは全くわかりませんでしたで。しかし、今日の動画を見ていただくことで、サイトアフィレートとブログアフィレートの違いは少しは理解していただけたのかなって思います。今の自分には何が合っているのか、これからどういう発信をしていきたいのかによって決めていければいいと思います。このチャンネルではアフィレートに始まり、ネットを使った副業の方法をたくさん解説しています。個人で稼ぐ力を身につけたい。 会社に依存しない生活をしたい、そんな技術、ノウハウを知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。そして最近、今日この LINE アットを始めました。サイトアフィリーターやブロガーになってみたいという方は、確実に Web ライティングのスキル必要ですので、こちら無料で登録できますので、こちら手に取って見てみてください。Twitter や Facebook、Instagram、TikTok の方でも発信していますので、ぜひフォローよろしくお願いいたします。また別の動画でお会いしましょう。